うわぁ、懐かしいこの画面。最後に DCG 版をプレイしたのは約1ヶ月前。本当に久しぶりなんだぜ。DCG の劣化の陶器を開封してからもなかなかできなかったんだよな。そういえばウプ主、この DCG の方も開封動画を撮るってなってたじゃない？ああ、そうだったんだが。そうだったんだが。録画の設定ミスりました。なんという初歩的な。本当にごめんなさい、ということのようです。とりあえずミスってしまったのはもう仕方がない。どうしようもないので普通に遊んでいきたいと思います。ではでは早速やっていきましょう。さて今回遊んでいくデッキは黄色でリーダーはブルーでリーダー、相手は赤デッキでリーダーはゴッド悟空、現環境で一番強いと言われているようだぜ。やらない間に環境が変わった、私はついていけるのでしょうか。なんとか必死に食らいついてくれよ。ということで私が先行のようです。始めていきましょう。霊夢のターン、エナジーにおいたはいいもののバトルエリアに出すカードがありません。相手のターン、パワー5000の亀仙人を出してきたわね。登場時効果にカードを1枚引くことができるぜ。エナジーマーカーを使用してもう1枚亀仙人を出してきたわ。そしてリーダー悟空でリーダーベジータへアタックしてくるぜ。どうぞどうぞ、序盤なので受けていきたいと思います。ライフは残り7。私のターン、またもやバトルエリアに出すカードがないわ。とりあえずリーダーでアタックしていこう。この俺が相手をして。アタック成功。またアタック時に引いて出た亀仙人をバトルエリアに出すわ。パワーは15000。この亀仙人でリーダー悟空へアタック。アタック成功。相手のライフは残り6。相手のターン、パワー15000の天津飯を出してきたわ。もう1枚同じカードを出してきたぜ。天津飯で亀仙人にアタックしてくるわね。ここは素直に受けましょう。もう1枚の天津飯でリーダーベジータへアタックしてくるぜ。こちらも受けたいと思います。次はリーダー悟空でアタックしてくるな。ジャンジャカアタックを受けていくわよ。ライフは残り5、覚醒まではもう少しだな。私のターン、パワー5000のソルベを出してカードを1枚引かせてもらうわ。そしてリーダーベジータでリーダー悟空へアタック。アタック成功。お互いライフは残り5、しかし特に出せるカードもないのでターンエンド。相手のターン、ブロッカーのドクターロタを出してきたぜ。次にパワー15000のフリーザを出してきた。相手のバトルエリア潤ってますね。感心してる場合じゃないんだよ。リーダー悟空でリーダーベジータにアタックしてくるわね。次で覚醒できるし受けるとしましょう。ライフはついに4、覚醒のチャンスを迎えたぜ。フリーザでリーダーベジータにアタックしてくるようね。ここで覚醒するとしましょう。かかってこい、限界なんぞ超えてやる。覚醒したことによりブルーベジータになったぜ。パワーは2万。フリーザでプラス1万のコンボをしてきてるからこのままだとアタックを受けちゃうわね。なので私もコンボをしてガードすることにするわ。こんなものか。ガード成功。しかしここからアタックラッシュ。プラス1万のコンボをした天津飯でアタックしてくるぜ。ならば私もまたコンボをするまでよ。もう1枚の天津飯もコンボしてガードだぜ。これでこのターンのアタックラッシュはなんとか持ちこたえたわね。レイムのターン、まずはリーダーベジータでリーダー悟空にアタックするわ。アタック成功。続いてパワー3万のクーラーをバトルエリアへ。そしてリーダー悟空へアタックだな。アタック時効果を使うわ。ドクターロタをレストして KO もしちゃうわよ。しかし KO したからドクターロタの効果も発動だ。バトルカードのパワーをマイナス1万されちゃうぜ。どっちのパワーをマイナスしてくるかしら。クーラのようだな。このターンクーラはパワーが2万。リーダー悟空がコンボをしなければアタックは成功するけど、残念ながらコンボをしてきたようだ。アタック成功ならず。そしてターンエンド。リーダーベジータの効果で自分のターン終了時にエナジーを2枚アクティブにすることができるわ。つまり相手のターンに使えるエクストラが発揮できるということか。うまく活用できるのでしょうか。そこはきちんとしてくれよ。パワー5000のバジルを出してきたわね。リーダー悟空でリーダーベジータへアタックしてくるようだ。プラス1万のコンボもしてきたわね。このままだとアタックが通っちゃうから私もコンボをするとしましょう。ガード成功。こんなものか。2枚目のバジルを出してきたわね。パワー15000のロージーも出してきたぜ。
そしてロージーでリーダーベジータへアタックしてくるようだ。ロージーはアタック時に相手のバトルカード1枚につきパワーをプラス5000することができる。私のエリアには2枚あるからプラス1万のパワーになるわね。合計2万5000ってことだな。悩ましいけどここはアタックを受けるとするわ。ライフは残り3だな。この先はなんとか耐えていきたい。天津飯がバトルエリアのカードでコンボしてアタックしてくるから私もコンボしてガードするわ。ガード成功。続いてのアタックもガードして、さらなるアタックもバトルエリアと手札を使ってコンボさせてもらうわ。手札をだいぶ使ったがとりあえずガードできてるな。私のターン、まずはクーラでリーダー極上アタック、そしてアタック時にコスコミのロージーを KO するわ。リーダーへのアタックも成功。これで相手も覚醒のチャンスを迎えたわね。では続いてリーダーベジータでリーダー極上アタック、覚醒してくるようだ。一気に行くぞ。全力で来い。ちなみにゴッド悟空のスキルは自分のターンに手札を1枚捨てることによって手札からパワー2万以下の力の大会のバトルカードを出すことができるぜ。混合してきたわね。捕まえ。アタック成功ならず。では続いてパワー2万5000のメカプリーターをバトルエリアへ。登場時効果にコスト4のコルドダイオウをバトルエリアに出すぜ。それじゃメカフリーザでフリーザへアタックするわよ。フリーザはリーダーが覚醒していると永続で自分のターン中パワーがプラス5000になるみたいだから、早めに KO しておきたいところだな。アタック成功。これでターンエンド、レストのエナジーを2枚アクティブにしておきましょう。ただ今のところその運勢が得られそうなカードが回ってきてないんだけどな。相手のターン、パワー3万5000のギルスを出してきたぜ。そして登場時に手札を1枚捨てたら相手のパワー2万5000以下のバトルカードを全て KO できる。ということは、メカフリーザとコルドダイオウ KO です。いや、やめて。せめてコルドダイオウの出番を迎えてからにしてください。まあ当然の結果だ。しかも追い打ちをかけるようにギルスでクーラーアタックしてくるようだ。コンボできる手札がありません。クーラーが KO されちゃったぜ。これは相手のペースになってきたな。そしてリーダー悟空でリーダーベジータへアタックしてくるぜ。バトルエリアのカードを使ってコンボもしてきたわね。パワーは合計3万。こちらも残念ながらアタックを受けるしかありません。はめはめ。ライフは残り2。これは厳しい流れになってきたか。私のターン、このゴールデンフリーザで流れを変えてみせる。コスト6でパワー4万のゴールデンフリーザの登場。登場時効果を使ってギルスを KO するわ。そしてリーダーベジータでリーダー悟空へアタック。混合してきたぜ。合計パワーは3万。なかなかライフを減らすことができないわね。でも次にゴールデンフリーザでリーダー悟空へアタック。ここでようやくアタック成功。お互いライフは残り2。ではではエナジーをアクティブにしていきますよ。次の相手のターンでいい加減効果を発揮してくれよ。相手のターン、出してきたのはコスト5でパワー3万5000のブルー悟空。しかしレストで登場。そうなんです、ゴールデンフリーザの永続効果の発動。相手のコスト5以上のバトルカードはレストで登場。これは強い。ブルー悟空の登場時効果でパワーをマイナス1万されちゃったけど、まあいいでしょう。相手はリーダー悟空でベジータにアタックするのか、それともゴールデンフリーザにアタックしてくるのか。さあどっちだ。あら、アタックせずにターンが終わったようね。ゴールデンフリーザの効果で動揺してしまったのかはわからないが、ある意味助かったのかもしれないな。それじゃこの勢いのままパワー3万5000のゴールデンフリーザを出すわ。そしてこのゴールデンフリーザでリーダー悟空へアタック。また、アタック時効果をブルー悟空に使って次のターンアクティブにさせないぜ。おまけにスーパーノヴァもやっちゃいましょう。パワーをプラス2万しちゃうわ。これで合計パワーは5万5000になるな。さあアタック成功なるか？コンボ合計は3万。となるとリーダー悟空のパワーは5万になるわ。アタック成功。この俺こそが最強の名にふさわしいのだ。いや中盤厳しいかと思ったけどなんとか勝てたわ。よかったよかった。しかしだなレイムさん。なんでしょうかマリサさん。結局リーダーベジータのスキルを活用することなく終わってしまいましたよ。忘れてました。だろうと思ったよ。つまり今回の試合はゴールデンフリーザが強いというそれを証明した試合だったってことだ。そういうことになりますね。次こそはきちんとスキルを生かした試合展開になるようもう少しデッキを見直してみようぜ。頑張ってみたいと思います。それでは本日の動画はここまで。最後までお付き合いありがとうございました。それじゃ、またねー。